ニコラ・レッシーニョとマリア・カラス。ニコラ・レッシーニョは、アメリカ合衆国の指揮者。ニューヨークのメトロポリタン歌劇場のトランペット奏者の家に生まれた。1929年から、イルデブランド・ピツェッティ、ビットリオ・ジャンニーニや、ジョルジオ・ポラッコラに師事。1943年に、ブルックリン音楽院で、ジュゼッペ・ヴェルディの椿姫の上演を指揮して、デビューを飾り、サンカルロ・オペラのアメリカ巡業に同行して、名声を得て、コネチカットやハバナの歌劇場の音楽監督の任に就いた。1953年には、シカゴリリックオペラを旗揚げし、1956年まで音楽監督を務めた。1957年には、ダラスオペラの発起人の一人として、名を連ね、そこの音楽監督を1990年まで務めた。レッシーニョは、またマリア・カラス、モンセラート・カバリエ、プラシド・ドミンゴ、ジョーン・サザーランド、テレサ・ベルガンサ、ジョン・ビッカーズやマグダ・オリベロといったオペラの名歌手たちのアメリカデビューで伴奏を担当したことでも知られ、演出家のフランコ・ゼフィレッリのアメリカデビューの時の指揮者も務めている。メトロポリタン歌劇場には1978年から出演し、イタリアオペラのスペシャリストであった。ヴィテルボの病院にて死去。ありがとうございます。